グローバルボーイズグループ、INI、INI、の後藤岳、佐野雄大、小崎匠が、5日深夜に放送されたグループの冠無理レギュラーラジオ番組、from INI、東京 FMJFN38 局ネット、25時に出演。2024年の目標を語り合った、後藤健、目標は、スキンケアをもうちょっと頑張りたい。 2024年最初の番組として、今年の目標を語り合った3人。後藤が、スキンケアをちょっともうちょっと頑張りたいなと思って、即口にすると、穂崎と佐野からすぐに、めっちゃやってる気がする、と声が飛んだ。しかし後藤は、整ってきたんやけど、トライしてる、美顔器みたいなのもちょっといいねって思ってる、とまだまだ不満な様子。 エステのようなものにも、1ヶ月に1回行かないといけないのに行けてへん。と、2024年はまだまだスキンケアに力を入れたいと語った。佐野雄大、2024年の目標は公表できない。佐野は、やりたいことを公表しないことにしました。と、なんとも珍しい回答を。 ちゃんとやりやり遂げた時に、身はこれを目標にしてやってました、っていう側になりたい、と語り、その背景を、やるやる詐欺になりがちな性格してるから、ちょっと先に口に出すのやめようと思って、と説明。尾崎らから、楽しみに待ってます、と激励を受けた。 バル、尾崎匠、後藤匠佐野雄大から総突っ込みまた尾崎は目標を、2023年には行けなかった、一人旅に必ず行きたい、と口に。先日親友と出かけた神奈川で旅の魅力を知ったと説明する際に、ジェスチャー付きの独特の口調で言ったことから後藤と佐野から総突っ込みを受けつつ、福岡とか北海道にご飯食べに行きたい、美味しいものいっぱい食べる、と楽しそうに語った。